はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安田でございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見て皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ですね、まあ、免疫抑制剤の、ね、副作用でね、不眠という症状がありましてね、白血病で、ね、骨髄移植をして、その副作用を抑えるために免疫抑制剤を飲んでるんですけども、その副作用で不眠というね、症状がありましてですね、まあ、相変わらずこう夜寝にくいんですけどもね、まあ、それが関係してくれてるのかわかんないんですけども、まあ、朝がね、非常に起きにくくなってきましたね。まあ、そんな副作用の不眠を長いこと経験しているとですね、まあ、この頃も生活をしていると、まあ、めっちゃ思うことがあるんですよね。まあ、思うというか、まあ、感じると言いますかね。そんなことがありましてですね。まあ、入院中と退院後を比べたらですね、まあ、いかに入院中の病室がね、快適な環境やったなーってね、感じるようになってきました。まあ、1年前のね、今頃はまだ入院中でね、まあ、朝食が配られるとですね、お食事の用意ができましたっていう、この看護師さんのね、声がね、廊下から聞こえてくるんですけども、まあ、そうして朝6時ちょうどにね、採血をしに来る看護師さんがですよ、もう腹を空かせた吸血鬼のようにですね、現れるんですけども、バーってね、バーではないですけど、まあ、その採血の注射針を刺される痛さで、こう、切るなどといったことがね、ありましたね。まあ、そういったように、その人のね、声や物音などね、物理的な障壁というものはですね、まあ、いい目覚まし時計になってましたし、まあ、定刻通りに来る、その、病院食がね、あ、もうこんな時間か、って思うような、わかるね、ので、便利でした。まあ、その、もうじきね、その退院して、まあ普通の生活に戻ってですよ、11ヶ月ぐらいになりますけども、まあ、そろそろほんまにこの寒くなってきたんで、まあ起きるのがね、すごい辛いです。まあその退院したてはですね、そうでもなかったんですけど、まあこう春から夏を過ぎてですね、秋を感じて冬になるというようにですね、まあ体でね、季節を感じれるようになったっていうことはですね、まあそれに対してこうも体もね、変わっていくもんなんですよね。まあ、いつもなら僕をこう叩き起こしてくれる子供らもですね、起きてきませんし、まあ、それぐらい寒いんでしょうね。まあ、気温が下がると部屋の中も乾燥してくるのでね、寝起きからこう口が、まあ、喉がね、カラカラです、本当に。まあ、そして寒くなって怖いのがね、お腹の冷えからくる下痢です。まあ、いきなり下痢の話になるんですけども、まあ、これもね、やっぱ寒さ、冷えが原因で起きてくる、もう問題です。この白血病になる前まではですね、まあ、この時期から3月、11月ぐらいか、3月末まで、まあ、必ず、こう、お腹の調子がね、悪くなってましたし、まあ、不思議なことにね、入院中はそんなことなかったんですけども、もう普通の生活してるので、まあ、これから始まるとね、予想してます。まあ、こうしかしね、同じ下痢でもね、免疫抑制剤が減ってきて、その骨髄移植のね、副作用の下痢やったとしたらですよ、これからね、起こってくるのがね、まあ、その今まであった普通の、この通常のね、下痢によるお腹の痛みよりもですね、もっとひどい痛みに襲われるんで、まあそこまでいかんかったら、まあただ冷えてるだけでしょうって思ってます。でもそれやったらね、お風呂で温まったらいいんですけども、まあ、浴槽にはね、まだ入れないので、まあ残念ですし、まあ冷えるとね、またこの夜中にですよ、足がこうつるという思いをね、すると思うと怖いです。まあコメントくれている方の中でね、靴下を履いて寝るといいよとね、アドバイスをこうもらってたこともありますので、これからはね、この靴下を履いて寝てみます。たった一足で、そのね、すべてが解消されるかもしれませんので、まあ、靴下履いて寝てる人がいましたらね、よかったらどんな効果が感じられるのかコメントください。まあでも、この寒くなかったり、体が冷えへんかったりわけですから、まあ、布団やね、毛布を何枚も重ねたらいいんですけど、まあこれは学生の時の話なんですけども、まあそうね、いっぱい重ねて寝てても、それでも寒い時や、まあ寝相が悪くて布団からビャーっとこうはみ出してしまう時とかやったらね、こう寒くないようにね、ダウンジャケットを着て寝てました。
まあ、外に出ていくようじゃなくてですね、寝るときに着るためにですね、もう着なくなった古いやつをちゃんと洗濯して、綺麗な清潔なやつをね着てましたよ。まあ、その他はですね、ウィンドブレーカーですよね、シャカシャカするやつですよ、あるでしょ、あれを上下、ね、上と下に着てましたね、学生の頃ね。まあ、そのダウンもウィンドブレーカーも、まあ、着て寝てる時はね、そこまで寒くなかったような記憶がありますし、割とぐっすり寝てましたね。こうね、まだそれをね、やってみようかと思うんですけども、まあ、子供と一緒の布団で寝てるからね、なんかシャカシャカするやん、トータンみたいな感じで嫌がられるかもしれないですね。まあ、ダウンジャケットやウィンドブレーカーじゃなくてね、フリースの素材ならまだパジャマっぽいからね、子供を受け入れてくれそうなので、まあ、その今シーズンはね、フリースを着て、まあ、この冬に挑戦していきますけども、まあ、上のフリースしか持ってないんですよね。でも下のフリースって売ってるんですかね。まあ、こう例えばズボンになってるフリースなんかね、そんなんあったら最高なんでね、まあ後で調べてみます。まあ、その何て言いますかね、その感覚的に言えば着る布団ですよね。というかね、うちの子供が赤ちゃんの頃にですね、まあ、そんな服を着せた記憶がありますけどね、まあ、あれは人間が快適に生活を過ごせるためのね、素晴らしい商品だと思うんですよね。あれ大人用も作ってほしいですよね。まあ、またそのこの冬をね、乗り切るためにね、他にもいろんな方法が考えついたらまたお話しします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。